3時間燃える焼香の炭ございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇、お仏壇の販売が転職永田光希でございます。これお客様のご要望でですね、あの焼香、あのお葬式とか時パラパラ、まああの茶道とかですね、まあ、そういう時もされます。あと行動とかもされますですね、こう炭の上にこうお香炉の上にこう炭を置いてパラパラパラって焼香する、まあ、お葬式とかでされますよね。あれようで。 普通は、う、ま、ち、あ、で扱っているのはこの三好炭というやつですね、普通はですね、1個45分なんですよ、1個がですね、ところが3時間燃える炭はないですかというご要望でございましたので、はいごあの取り寄せました、これはあの常時在庫じゃないんですけど、さすが日本構造ですね、あるんですね、これなかなか綺麗なんですよね、見てください、ほら、銀色に,銀色になってますね。 あで、これが3時間燃えるそうでございます、あのー。で、この筋目が入ってますでしょう、ここで時間調節ですね、折って使えるってやつですね、はいあのまあ、ちなみにですね、こちらこれ、常時在庫しているこの三好、我らが三好香炭ちゃん、えー。これでだたい400円ぐらいなんですけど、ですね。まあ、ちょっと破ってみますね。はい 普通はですね、こういうい形になってます。商工用の隅ですの、ね、でで、ね。これ1個焼いた40分から45分1個40分から45分ですねでこれポキンと折ったら半分というまあ同じですねであのこれですねあのちなみにですね つけられる場合にはこの角からつけてくださいこの角から男,は男らしくいくぜって真ん中からやってもだからつかないですね端っこの方からですねつけていただいてよければこう手で持つというよりもですねあのー このピンセットののようなのがこうあるといいですねやけどしない,ですいですからねライターライターかもしくは、まあ、今でもさえ言ってライターですよねだってあの今ほらあの台所はみんな IH ですから電気ですからですね、まあ、こうあれでこうしていただくとでちなみにですねもしも折った場合には折ったところから火をつけていただいた方が 火がつきやすいです、はい、まああのこういう形でですね焼香用の炭各種用意してございます、えー、3時間燃える炭もございますのでまあこれは取り寄せになりますけどですね何でもご要望くださいよろしくお願い申し上げますはい、ではここまでですねこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました皆様の開運は天心よりお祈り申し上げます